世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。月曜、火曜日、夜中回って水曜日ですかね、もう。成績の方がまた落ち込んできましたけれども、それで、ね、切り開いて、3万ぐらいになって今また1万ぐらいに落っこっちゃったですね。月曜日からの成績、これ15本足なんだけど、販売してる1000万円のインジケーターですね。ということでちょっと注意してください。他のはまだ分析中でね、他のも稼げるかどうか分かんないですね。いや、一番いいの出てこうですかね、今15本足でね。15M の S ですね。月曜日から1000円ずつ投資しててたった1000円の利益です。あ、1万円の利益です。デモ講座でやってますから5000円だけですけどね。で、30拍子バイナリーの方が簡単でいいかなということでね、それをちょっと今調整してます。ただ今またぶっ続けて2本勝ちました。そんなことでね、30秒の方がいいかなということでね、ちょっと、こちらの方はね、成績はね、1万120円に落っこっちゃいました。日付がね、そうですね、26日水曜日夜中の2時ですね、9月ですね、なってます。それでこちらはまあ、流しちゃっててストップ中で動いてます。でこちらはですね、30秒のバイナリーオプションやってたんですけど、こっちの方がいいんじゃないかなっていうような感じでね、2本連続勝ちました。でこれをちょっと調整してみようと思います。試案中のと同じですね。こちらは同じのものをちょっと自動売買で試験してみます。ライブでは禁止ですので、自動売買はね、注意してください。夜中なんで、また睡眠不足にならないようにガチし、レモンジュースとね、いろいろね、ちょっと飲んで、おります。今度はピーチジュースですね、ピーチ。やっぱり氷が入ってるのがいいですからね、自宅の氷製造マシンね、からちょくちょく使ってます。ということですね、この30秒のがいいんじゃないかということで、これが、15分のね、周期で分析してます。今55%以上、55%のシグナルでやってますね。連続ありのタイプです。ということでね、2連勝ですね。これで勝てばいいんじゃないかなと思うんだけど、これね、ある程度調整しないといけないんですね。今んところ日本はね、そのままですけどね。ということでね、なかなか稼ぐのは難しいです。私ももう本当に難しい。世界一になった時ね、ズルトレーダーのバイナオプションです、世界一になった時はね、大変でした、やっぱ。だからその時はね、なんかちょっといいシグナルをインジケーターで作って出してたんですよ。その設定値はね、なくなっちゃって、戻んなくなっちゃったんだけど、それでね、ある程度自信つけてて、あるシグナルが来た時に投資すれば勝てますよという状態だったんですね。で、そういうことはあったんですけど、で、僕は世界に広めたんですね、そのルールを。今、稼いでる人はみんな、私がその稼いだ時の思考でやってるわけですよね。直接聞かなくても真似してってね、つながってて、全員そうですね。それでね、その時大変だったんで、それでも超能力かなり使わないといけないんですよ。それでもシグナルある時期にたくさん打ってね、もう必ずも逆張りでね、戻るということの確信性が強かったんですね。だからそれでやって、連続的にもう
一回何百売っても買っちゃう、また次何百も売っても買っちゃうというような感じだったんですね。だけどそのしのぎの戦いがやっぱ疲れるんですよ。やっぱりそういう条件作るというのがね、持っていくというのが大変だった。でそれでちょっともう完全にコンピューターで、で今1個ずつの投資になってますからね、それで平均的に総合的に勝てばいいという方法でね投資をするようにしてるんだけど、まあ今回30秒は違うかもしれないですけどね。あ、そんなことして厳しいですよ。まあ生活はできるから一生、ただ金のない生活に、あんまりそんなに金がないよ。まあ昔よりか金があるからいいけど、ね、またそんな感じでね、まあ生活のは何年でも平気だからね、平気ですけどね、生活費はありますから、一生生活費はありますから大丈夫だけども、ちょっと贅沢できないし、家ここ建て直したいしね、困っちゃいますよね。そんなことで1万円だけですたった、つまり5000円ということですね。今水曜日目だけど落ち込んでね、月曜日、月かぐらいになりかかったも3万ぐらいいってんだけども、3分の1も落っこっちゃったですよね。いつもそういかないのかということで、もう他のインジケーター全部悪くて稼げないですよ。いろいろ設定値やってもこの唯一のインジケーターだけですけどね、15分足だけですけど、ということで何回も言いますけどもごめんなさいね、負けてますけども、まあ総合的には勝ってますけど、ただ5000円の利益ですよ。水曜日までの夜中、水曜日になってね、しばらく経ってからの。